はるちゃん見ていただけると赤ちゃんって肌色なんだなっていうのがねすぐ分かるかと思います。あ、はるちゃんが目の前に来てましたね。分かりますか？ね、顔肌色ですよね。可愛い色してますね。さあね、お姉ちゃんのお背中に乗ってねちょっと移動しようとしてますけれども、お母さんにねお腹にね抱っこされてることもありますけど、お姉ちゃんのねお背中にね乗ってることもねよくあります。あ、皆さんの目の前に、ね、来てくれたようですね。あ、しょぼあしょぼって遊んでますね。あのチンパンジーたちねとっても遊び好きなんです。でこのガラス面を通してね皆さんと一緒にね遊んでることもあります。何かね体を揺らしたりとかしていただけるともしかしたらねチンパンジー乗ってくれるかもしれませんので、ちょっと今日はねお客様多いですけれども少ない時とかねぜひね遊ぼうって言ってみたらね遊んでくれるかもしれません。さあではいろんなお話をしてまいりましたが、もう少しねお話ししていきましょうか。みんなねなんとなく食べ終わっていますね。あ、はるちゃん目の前にやってきてくれました。さあ今ねあの3頭の子供たちズラシアにいるよってお話ししましたが、実はお父さんは全てケンジ君という個体になります。ケンジ君ね今あの棒を持ってる子がケンジ君です。お父さんになります。あれ何か誰かを突き刺してやろうっていうわけではありません。結構ね葉っぱを持ってうろうろするのが好きなんですけれども、おそらくねあの今日はあのお気に入りがあの枝だったみたいで、もう葉っぱついてないんですけれども、もうあのうろうろ持ってるだけですので、あれ武器ではありませんのでね皆さん安心してください。とてもね心優しい子で人も大好きですので、あ、皆さんのことじーっと見てますね。ケンジ君がね一番もしかしたら皆さんと遊んでくれるかもしれませんね。何か聞きたいことありましたらどうぞお気軽にお声掛けください。さあ本日は17度とかなり春の陽気で、ズーラシアの杉花粉もかなり飛んでいます。花粉症の方あの時々目を洗ったりマスクをしながらどうぞ4時30分までズーラシアをお楽しみください。それではありがとうございました。ありがとうございます。ああそうそう、こちらこの前タイの花粉しないと、うわ近っ、ほらセイちゃん近い、遊びに来てるよ。うんち。
それでちょっと写真撮ってる感じ。なんかこれ男多いの、そっちよ。投げたからと思ってる。見てね、でも手は一緒に写真撮ったらいいから。写真も入っちゃうな。こっち買ってればいいね。やってみて。来たよ。おー。来た。せー、かわいい。どっちパンで怖いよ。お尻が赤いお尻落ちた、あそこになんか火に回ってる人もいる、パチンパーティーみたいな、かわいいよね。私ゴリラ好きなんだよね。そうなんだ、ゴリラもいないいない。上のオラウータンは好きなんだよね。今日どうだったんだ。行こうよ。あの子のお尻さ、自分の顔見たの。これウーさんなんかしたら出すんだよ。大丈夫だよ、赤ちゃん。すげえ言うの。ちょっとお尻すごいな。行きますよ、ハイちゃん。Thank you.